はい、それでいいですよ。はい、始めます。この線を中心で始めます。下段の構え、やる姿勢ね、剣道で見て、中段、中心、前に上段の、で、あと下段の構え、わし構え、発想の構え、でやる。やりましょう。まあちょっと遅いと思う。わきがわや発想のためやらない。下段の考えもやらない。だから中段の考えはほとんどまれに両方がある。で、はい、まずね、はい、ご体面は手首、腕の下ろしだけで打つんではない。体で打つ。その点すべての問題で、やっぱり体で打つ。体で足も全部で打つ。頭を上げて横を見とったり打つ。けれど、だから足の前へ行く、まあ、後ろへ行く面もあって、横へ行く場合もあって、体と腕を下ろして、手首で打つ。それが基本。な、それで、はい。中段だ。で、これが、はい、ちょっと出てきてる。はい。こう、もっと出てきて、はい。これを、このようになったりしたら、あかん。これで引っかかってきます。確か、これ切れているかもわからないけど、引っかかったら流れるんです。な。というのは、あの手の下になかったらいい。で、基本通りって言ってくれたら、大きく言ってくれたら、まっすぐ言ったら使える。基本通りって言ってくれたら、まっすぐ言ったら使える。だけど、はい、これだけの面からのように、はい、面からのように、あれから使える。あげるなら、上げる意味があるんやったら上げる目的で、ね、釣り上げる、払う、受けるとか、なんか目的があったら上げるけど、これ、はい、これそのものはもうちょっと開けてもいい。だから基本通り来てくれたら、はい、これで前へ進んだら、で、基本通り来てくれたら、体で打ったことになる。基本通り前へ進んできてくれたら、体で打ったことになる。けど、注意すべきだと。足動かさない。
要は本当にやるとそこが手の手をなんてしまったことない手がちょっとの本当に取ったら見せてこれだけだからねこれ手首だけな手だけこうなる手首だけこれでここだけあかんあかん腕の腰もねで上の腰ちょっと腕の下ろしがあった腕の下ろしがあった手首もちょっとしてしまう手首はな、行さんせんだよねちょっとして行さんせんだよねちょっとしてな手下げるのもちょっと下ろさないで結構下ろさないでちょっとこびやると大変だけど、ごらんくれな あれね体で、通常で、体で言うてたら体で言うてたら吐かないで、体で一人の、一人表面じゃないまた、これでもちょっとあれ、先生、10センチでも15センチでも上げていけよ。上げていくと、下ろしていくってなるのかな。だから、これで、スッとして。これ、腕が重たいから。これで、先生、足で落とすからどうか。これ、体で落とすから。足まで力が入るよ。な体も使うと思うんだよな。だから、で、一番、マッコロ君の方は、その手、少し感じる。腕で回って、手首だけで、だから、これ、ちょっと、こうか。こっち、サーと見えば、これ、つなぎと見えば、分かってたらこう押さえるよな別の時に下がるのとどういうふうにするのかなこれこのぐらいだからな折れる手振りとかそれが死剣体の死ぬこれ、はい、ここ。これも、な、素で、これだけやったら、素手直すから。いいか、これ、素手直すから。この基準が、とりあえず前へ行く。腰の回転っていうかな。ね、これ。どうもよ。後ろから回り入れる。体の回転が入れる。腕が入れる。体の回転が入れる。あれで、ついたの。小さいな。これ、大きいやつやな。大きいやつやな。こう、この最後、こう、でやってる。な、大きいやつや。もっと遠くから。ウィーン、最後。で、入るから伸ばして、伸ばして、こう。これ、これで作ってる。体だけ前だけ次
質問の時はこう最後はこれを答える最後はこれを答える腕と体を食いつけない点でもそれ大きく飲んで腕を下ろしながら最後ちょっと最後はそれを答えたのはちゃんとどうやらなんで分かってる、ね、今日はそれを確認したい、またフォークの方がちょっと言おうそれでまずそれから、はい、それでまず今日からまあ、中断な中断であるとかそれと何か大きいから基礎はいろいろ水平までこれそうです45でいいとなこの問題でいいとなんかケースバイケースとか両方になってしまうけど一般的に言うたら基本は大きくなる。前で倒れて打てこないときは大きくザーンってやっていて、今は小さい。ということだね。それで姿勢から、な、姿勢から、まっすぐ。で、これが先に、これが後に。困るときは一緒なこれが先に出て引き足が後に出て困るときは一緒それで、はい、こう困るときはこれでこれが大きな手物だから男子のものもう一回ね、もう一回ね、もう一回ね、そういうふうな理由を残されている。これが基本。だからこれは、はい、おーっと、ポン。ただ、先生、さっとしな、普通は、大抵の人は、振り返った時足が出てる振り下ろした時足が引き継いでる引いていくそれでこれでこうパッとこうしてる例外として次のもう一つ振り返った時出ていけないなはい、これで出ていけないこれで出ていけない振り下ろすときに両手でできる。2つは、けど、大体、前に行ったやつが主流だ。な、主流だ。多分、先生、その方がいいと思うけど、その方がいいんじゃないかなと思う。それで、これで、はい。けど、次の話重要な話だよ聞くだけで家帰って考えておかんとあかんともう30年になったこれ、振り返って下ろすと足は前に行く今言ったように振り返って振り下ろす足が前から
これそう言われたらそう言われたらこれが、はい、短距離は振り込むって振り下ろすこう考えるとちょっと言うとどっちが上手かというと はい、はい、はい、はい。
で、生活かかってる。止めて。死んだ。スピード出たら、スーパーフェディングを笑う。そういうことを考えてる。スピードが出たら、無理して止めるな。スピードが出たら、無理して止めるな。ぶつかれ。ただ、はい、甘えて。注意。今みたいに当ててくれたら、行きやすい。な。しまったことない。生きにくい。生きにくかったらダメージになる。その時、その時。な。これでも、一歩でいく。な。言うかもない。これで、猫でという考え方をする。両方。ただし、一歩で行こうよ。バーンって言って、日本語が止まって、また行ったら押せ。で、ね、ほんで一歩はない。って言うんです。ところが。な、そういうふうに考えたら、はい。これ。まず一歩で一歩で行くときここやったここやったある一歩で行くと一歩もあるねこれを外して目を持った2つ目上が忙しくなるうちだけで帰るだって一歩の間に、これ、外して、しかも、これ外す作業、打つのが、一歩。そういうふうに一歩を考える。これね、学習したら、あ、そうです。まあ、この間は、できる。この間は、学習しながら、何もされて、教えたい。教えたい。教えてくれへん。教えてくれへん。教えてくれへん。黙ってやって。それを見て、学ぶ頭を持っとる人間は、まあ、学ぶ頭を持ってへんから、まあ、いつまでも。な。じゃあ、それで一人。これ一歩で行け。中心線にある。一歩で行け。行けな。な。これ一歩で行け。一歩で行け。これ。これ外してね。な。だから、そんな、ゆっくりやってたら、間に合う。あ、これで。これでこう止まる。しょうがない。一歩で行ったら、相手、見えた。一歩で行くんだけど、開けると何もしても一歩で行く。もう帰ろう。もう帰ろう。これも前に教えてるけど、分かってる。特に分かってる。な、これ何してるの？しろがあいていきのもかるから乗るのもしあんときもすでに教えてるあれ乗るというというか聞くというというかあんときは乗って聞くで教えてかもわかるんだけどあれ乗って聞く方法と乗って面を聞く方法が
スベロジェットこれ、モルフォース今言うのか何が言うのゆっくりしたはい、これこれでモルフォースのゆっくりねこれ君の真ん中のやつよく見たら例えば俺の次が入るあれ、ノルムとスプーンを一緒にやったと一緒にやったり、結構でやったとさあノルムとスプーンも一個一緒にやった方がノルムとスプーンもやった方がよろしいレベルはやることが多くなるから難しい見とくよはいこれね多くなってる多くなってるほぉーはい4本戻ってくる時間がねようにしているそれもこのね言うとかもう見たりとか質問が来るかなーってまあちょっと何も言うとかなまだでも言うとか僕もしかして言わなかったかもクーポンけど、もう一つ考えて言うと、こうしたらね、ここへ入るからやると、ここへ、ここから中に入ったら、もう安心やん。中心じゃん。もうちょっと戻そう。もうちょっと。これ動いて。その理屈が分かる。これだとあと10年以内になっても分かる。何も質問がない。な、それが、この間、サイクルスリーな、あるいは構造が分かる。
大体変動を迎えようと始まったら見える体制で考えれば、ついたら切ったりするつもりで動いたら前へ立ってきてんやん、前へ立ってきてんやん、あの試合の時に僕が立ったらやっておるのこれ、あ、これ迎えようと、こうやって、こうやってやっておるおるよな、みんな向かっていく。それが先生の言うやつ。はい。ほら、今、なんか質問ないか。ないか。ないか。帰ってからでもよく見て。ほら、もう一回質問して。次。これが。大きくの悪いで打ってくる、はい、であれ、あれ、小さくこうなはい、はい、腕伸ばせこの人ママとかパンパンに打ったくる腕すいでやはい、腕伸ばして、水平にして、はい、この時、遠くね、ちょっとゆっくり、中段に、はい、これね、遠くかかるよ、腕、水平やろ、あ、水平やろな。これは身長によって違う。ここまで頭が高い。これやったらこれでいいよ。ここやったらこの辺。身長高かったらだんだん高くなる。逆に低かったら。それ基本やで。な。いつも大きく振りかぶってきてる。それ基本や。だから、それ基本やから、それを引っ張ってきてこう。けど、頼むよ。それは大変だ。試合になったら、もっと小さくこういうこと言われて、これが最後の、これだけでいいよっていう。とき前となると、それが非常に難しくなる。はい、この小さなこと。はい。もう一回。はい。もう一回やってみよう。このことです。
ちにくいな。めっちゃ聞きにくいな。パンツがいらない。そういう感じで。使わないと使うし、早くない。おさかった。下がるんで。下はおさかっても。一番頂上に来た時にポンと突き上げるようなつもりで前へ行く。つまり、君も上げるやめや、これ出てやる。やれば、それで。な。結構やれ。これでだ。これでな。やれば、やれ。君も前へ行く。自殺を見たわけ。ただ、これ考えよう。あいつの身長があまりにも小さい。自分の身長があまりにも大きい。と、最高の影で、あちらの身長が高すぎると、ちょっと。けど、まあ、同じや。僕もやったらどうかなと思うけど、な、今言ったように、これで、ああ、一番上がったらどうなってるの？な、一番もっと高い、上がったらどうなってるの？だからそのうち、それでも相手に手が低いですわと。俺、背が高いんですわと。ここぐらいでも僕2メートル近くて、あれ250センチある。足を開けても、
そういう時あれそうあれその時のどを狙う必要はないこれこっち行ってやらないからもうあんたがやってるだけでこうやってやったらもう下の方にあるから無理やはいはい胸をつけ腹つけな胸をつけ腹つけこれここは空いていない無理してここを作るここは蹴るタイミング的にも今は蹴る蹴って喉を蹴っているからここもねタイミングで蹴るはい、俺、背が高いんで、君、背が低いんで、はい、ほな、これ、無理よ。な、はい、ここ、ただ、天元っていうのは早くて、はい、わっ、はい、天元っていうのは早くて。そういうことをな、後で
いうふうなことを言ってこう。引き出したらこうだけ。何ぼ用札のと取ったら、質問が何も言う。だから、この間に、はい。この時に、はい。こう声を言ったら、あれでここ行ったかな。ここ行ったかな。この辺に行ったら、さあ、うっと、な、だから、このまま入る、はい、これを、考えたまま、これがまだ、あかん、こんなとこへ、こんなとこ、キューンとなるやつが、あかん、あらくなったら、浮いてしまうの、だから、迷う、ただ、レベル上げたら、気が流れたら、教則までやったらね、タイミングで出てくるというのがね、だから、これ、パス、これ、パス、パス、な、ただ、それと、相手の攻撃に対して攻撃で応じる。攻撃に対して攻撃でいい。いう技をし。攻撃に対して一体防御してるから。攻撃に対して、ちょっと、ものさんでいいか。愛はあくまで相手に勝つためのことをちょっと簡単な応用をしよう。これから先の応用はい、はい、これも戦力のことには違いない。トップ生命の人それでは この相手の上これもな前もって教えていなかった。これがここへ行く。まっすぐ。まっすぐ。まあ、これが行くんだ。はい。これをな、俺こうすること教えてやるんだけど、まっすぐ。違う。学習しとったら、先生、左前が右前へ行くな。前へ行くな。左側と右側が注意する方法になると学習しとったらわかるな。で、すみませんね、前へ行く話を分かっとったよ。急に右側に行きますよ、左側に行きますよ、言ってました。学習した、あ、注意しとこう、こうなんです。注意しとこう、黙っとったらないよ。だまちょっと横横にしていない。うん、あ、これはい。はい。ほっと。はい。はい。ほっと。はい。ほっと。ほっと。あとは、ないよ。はい。はい。ごめん。はい、もうこっちに行く、こっちに行く、こっちに行く、はい、これ、はい、同じようで、
左前にゆっくりゆっくり、ゆっくり、はい、な、それも見えた、まっすぐとは限らず、左前と右前がある、こんなこと見えた、言うたら学習し、向こうはあくまで、はい、俺は、はい、ここに乗ろうとしよう、はい、だから、ここに、おお、これはちょっと思わせたな。はい。ここに、おお、ちょっと思わせた。月は、こんな上へ来たら、あかん。みんな流れる。この時邪魔してたら、私こうしていけよね。な、なんてやるよ、ごめんって。な、だから、あくまで、先に突き刺す。先に突き刺す。だから、ちょっと待って、ゆっくり。で、慎重さがあれば、これ、な、で、これも、はい、慎重さがあれば、これ、いいかな、慎重さがあれば、やる、これ、だから。それ、線を取ろうと思った。俊敏であれ。俊敏はすると早い。遅すぎる。よく言われる。感ずる。感ずる気持ちだからね。前もって教えたら、学習したら。一歩で行く方法と二歩で行く方法があるけれども、今回は一歩の方法を教えてもらう。一歩の方法は早い。二歩の方法ちょっと早い。ちょっと一回やってみる。ホークン、後ろに赤い線があるから赤い線が出たってね、それでどのぐらい出たの、バーン飛び出したよ、できたら、もう一回ね、だからあんまりな、これにこだわるな。低い声で。それでな、まだ考えないな。はい。ポロ。はい。
水平というか、長く届く。長く届くことを早く伝える。だから、喉を吸うよ。ゴレイ君の方は背が低いし、下の方来て、ああ水平来て、バッと出ていけ、その左足前へもっと出せ、違う、歩くみたいに、そう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 、ゴレイ君、ひびひび早く行け。じゃあ練習させ、どうぞ、前させ、どうぞ、それでな、フォークさらに言うなら、ついたら引け、バーンと一回引け、バーサー、ガーンと一回引け、ほい、わず、ホーク君、出ていくタイミングは、ゴダイ君が早なかったからよ。うん、動きそうやーときにバーンって出てきて、引いたらもう一回つけ、引いたらもう一回つけ、引いたらもう一回つけ、どうぞ、はっきり答え、ごまかしていけ、何でもいい、何かしていこうとしてる、フォーク君もそれにごまかされるんだよ、ほら、また5台で勢いだよ、ちょっと上げて打たんといて、手首だけで打ち出して早く勝負して、もっと行くと俺ね、ホー君水平じゃ、上狙うの、クロールの上ぐらいで、こら、五代君振りかぶってへんぞ、五代君このぐらいでやると、これで今下がったよ、今下がったよ、これで見とった、
今、かまい払ってこのぐらいですよ。俺が言うてやるの手首だけで打ちよ。最初言うてやるちょっと手上げて、ちょっと言うのは水平から10センチかぐらいある最低。そうそう。ちょっと周りが遠すぎると、はい、構えてね。このぐらいから。そうそう。おっ。特に左足出す。左足出したら、まあ、今まで教えとったやつよりも前へ行ったらいいけどね、より効果的や。今までやったらこう行ってこうやる、こう行ってこう出したらな、より強烈になる。そのポンというのに力がないのわかるか。普通、はい、ホークの頭叩いてみるぐらい。
ポークンジーとして、はい。それ弱い。弱い。弱い。ポークン目向けに、おだけに。はい。あのぐらい打て。おい、あのぐらい打て。音違う、わかるか、小太鼓。音が違うやろ。フォーク、実は振りかぶっとな。あれでいいね。あの面打ちは、小太鼓10点ぐらい。フォーク80点、90点。全然違う。あんな軽い女の子は打つようなね。もう一回打ってみる、小太鼓。力入れて打ったかぞ。はい。ちょっと前へ前より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 前もうちょっと吹いたもん吹いたはい、僕がフォークン行ってみよう。フォークン、それで2発行ってみよう。ああ、よし。2発目もよし。はい、先生が言ったやつな、それ足使った方がいいんやろ。ガンガンってやった方が、3発行ってみよう。おい。おい。2発目、3発目、横へ回りながら打ってみる。よし。はい。はい。基本通り腕の落ちと、はい、こちらで打ってみる。3発目、連続3発。まっすぐでいいから。足のな、僕が言いたい、体中で打ってみる、足は。足で表現を取れ。うん。うん。もっともっと前行って。はい、いくらんから。はい。3発目はな、よう見てみ、手振りだけで打ってみ、手をちょっと上げる。力がない、パワーがない。フォーク君ってる？フォーク君の場合な、ちょっとな、体で打っている感じが割に出ている。ちょっと上げるのよ。一発目言ったら、ちょっと上げて打つ、腕をちょっと上げて手首で打つ、ちょっと上げて手首で打つ。はい、はい、移動しながら打ったら余計面白い。はい。一回休憩。はい、一回休憩。